戦場時期スキー場は長野県駒ヶ根市にあるスキー場である。中央アルプス観光株式会社が運営している。中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイの戦場時期駅を起点とする標高2600メートルに位置する。リフトを備えたスキー場としては日本で最も高い場所にあり、本格的な山岳スキースノーボードが楽しめる。本スキー場は鉱山にある特殊なスキー場であり、 春スキーバックカントリースキーを楽しむ場所である。現代的、レジャースキー場のような聖地スキースノーボードが快適に楽しめる場所とは異なる。リフトでゲレンで滑走するにしても、ティーバーリフトは慣れるまで利用が少々難しく、自分でロープにつかまり上に滑っていくものであるため、通常のチェアリフトのようには楽ではない。高山であるため人によっては、 軽い高山病の症状が出る場合もある。しかしながら、洗浄時期カールのような高所、絶景での滑走体験はたとえゲレンデを滑るだけで、あってもよそでは、簡単に得られるものではなく、貴重な場所である。営業期間は、例年4月下旬5月下旬。洗浄時期スキー場のティーバーリフトを使用する人と、ゲレンデ、ありがとうございます。